亡くなったのは？じいちゃん。でも親みたいなもんかな。すまないね、そんな時に。で、どうするか決まった？こういうさ、呪いの被害って結構あんの？今回はかなり特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったらザラにあるかな。呪いに遭遇して普通に死ねたら御の字。ぐちゃぐちゃにされても死体が見つかればまだマシってもんだ。スクナの捜索をするとなれば凄惨な現場を見ることもあるだろうし、君がそうならないとは言ってあげられない。まあ好きな地獄を選んでよ。スクナが全部消えればさ、呪いで苦しむ人も少しは減るかな。もちろん。あの指まだある？あるよ。はい。改めて見ると気色悪いな。さて2本目、10分の1か。どうなる？まっつ、笑えてくるわ。確定だね。肉体の体勢だけじゃない、少な相手に難なく自我を保てる。千年生まれてこなかった逸材。覚悟はできたってことでいいのかな？全然。なんで俺が死刑なんだって思ってるよ。でも呪いはほっとけねえ。本当にめんどくせえ遺言だよ。スクナは全部食ってやる。あとは知らん。てめえの死に様はもう決まってんだわ。いいね。君みたいのは嫌いじゃない。楽しい地獄になりそうだ。今日中に荷物まとめておいで。荷物まとめるってどこ行くの？東京。伏黒、元気そうじゃん。そんなわけねえだろ。全身痛くてしょうがねえ。お前はこれから俺と同じ呪術師の学校に転入するんだ。東京都立呪術高等専門学校。ちなみに1年生は君で3人目。クナ！行くぞ。東京都立呪術高等専門学校。日本に2校しかない呪術教育機関の1校。表向きには私立の宗教系学校とされている。多くの呪術師が卒業後もここを起点に活動しており、教育のみならず任務の斡旋サポートも行っている呪術界の要。すげえ山ん中だな。ここ本当に東京？東京も郊外はこんなもんよ。伏黒は？術師の治療を受けて今はぐっすりさ。とりあえずユージはこれから学長と面談ね。下手打つと入学拒否られるから気張ってね。そしたら俺即死刑？なんだ、貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。てめえ、悪い先生、たまに出てくんだ。愉快な体になったね。貴様には借りがあるからな。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。スクナに狙われるなんて光栄だね。やっぱこいつ有名なの？両面スクナは腕が4本、顔が2つある仮想の鬼神だが、そいつは実在した人間だよ。千年以上前の話だけどね。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。スクナの名を冠し、死後呪物として時代を渡る城をさえ僕らは消し去ることができなかった。まごうことなき呪いの王だ。先生とどっちが強い？そうだね、力を全て取り戻したスクナならちょっとしんどいかな。負けちゃう？
勝つさ。遅いぞ、悟。8分遅刻だ。責めるほどでもない遅刻をするくせ、直せと言ったはずだぞ。おっさんが可愛いを作っている。責めるほどじゃないなら責めないでくださいよ。どうせ人形作ってんだからいいでしょ。8分くらい。この人が矢賀正道学長だ。その子が虎杖悠仁です。よろしくお願いします。君はこの呪術高専に何しに来た。呪術を習いに。その先の話だ。呪いを学び、呪いを払う術を身につけ、その先に何を求める。何っていうか、スクナの指回収するんすよ。ほっとくと危ないんで。なぜ。事件、事故、病気、君の知らない人間が日々死んでいくのは当たり前のことだ。それが呪いの被害となると感化できないというわけか。そういう遺言なんでね。細かいことはどうでもいいっす。俺はとにかく人を助けたい。遺言？つまり君は他人の指図で呪いに立ち向かうと。不合格だ。人形じゃなかったのか。呪骸、人形だよ。私の呪いがこもっているがね。九死にこそ人間の本音は出るものだ。納得のいく答えが聞けるまで攻撃は続くぞ。つうかそもそも他人じゃなくて家族の遺言だっつうの。家族も他人のうちだろう。手加減はしてあげるよ。よし、やるか。頑張ります。新影流簡易領域。そう焦るな。やってません。やっちゃっていいの。行くか。行くぞ。落ち着け。私これで様子見かな。さすが先生。まあ最強だからね。呪術師は常に死と隣り合わせ。自分の死だけではない。呪いに殺された人を横目に呪いの肉を切り裂かねばならんこともある。不快な仕事だ。ある程度のイカれ具合と高いモチベーションは不可欠だ。それを他人に言われたから笑わせるな。まだ死刑を先延ばすためだと言われた方が納得がいく。ざけんな。俺は